もうね、4曲目までもう来てしまうんですけど、あと2曲でね、終わっちゃうのがめっちゃ寂しくて、はい、寂しいんですけど、次の曲は、5月8日って何の日かわかりますか？母の日。あ、なんか今聞こえた。母の日。あ、そうです、そうです、そうです。母の日なんですね、5月8日は。それでちょっと早いんですけど、母の日ということで、いつも、お母さんといっぱい喧嘩をしたりして、もう昨日も喧嘩して朝とかめっちゃバーンってなったんですけども、今は仲良しなんですけど、多分もう今日も喧嘩するだろうということなので、はい、もうちょっとダメなんですけど、喧嘩はね。だけどいつもありがとうという思いを込めて、お母さんが、ひなも好きなんですけど、お母さんが好きなナオト・イン・ティラヤミさんの歌を歌わせていただこうと思います。それでは聴いてください。
さようなら。まあそんなのもほっといて、はい、ほっといたらダメということなので、ちょっとほっとくのはやめとこうと思います。はい、次で最後の曲になります。ありがとうございます。もう暑いですね、今日は。はい、やめとこう。なんか、ね、いつも滑るんですよ。こういう滑るじゃなくて、話がちょっと面白くなくて滑るっていう感じなんですけど、そういう時もうちょっと愛想笑いでもいいので、ちょっと笑っていただけると嬉しいです。すいませんが、よろしくお願いします。